お正月でございますけども、はいはい、でも考えたら子供の頃は楽しかったけど大人だとあんま楽しくないですね。と言いますと、というのはやっぱお年玉払わなきゃいけないでしょ、まあ、そういう立場ですね。親戚とかたくさんあるし、はい、後輩とかたくさんいるからお正月お金いくらあっても足りないですよ。足りませんか。足りませんよ。あなた楽天カード持ってますか。急にどうした。急にどうした。今なら年会費無料、はいはい、5000ポイントプレゼント、うん、持ってないです。持ってない。持ってない。まあまあ、無無じゃないの。急に得意なモノマネ入れる時間じゃないんですよ、ね、でも2014年ですから、はい、何か今年の目標ありますか。ありますね。どういうの。あの今年こそはね、うんうん、教育テレビ、E テレに進出していきたいなと思います。あ、芸人さんもね、たくさんで、はい、どういう番組とか出たいの。お母さんと一緒があるじゃないですか、うんうんうん、なぜお父さんと一緒がないのかな。まあまあ昔から言うけどね。ぜひ私に初代お父さんをやらせていただきます。もう構想は頭の中あるんですか。ありますね。どんな感じ。最初は軽快な音楽とともにお父さんが登場してくるという。へえ、はい、何音楽って。音楽はあのアマちゃんのテーマをね。まあまあまあ仮押さえで。仮押さえで、もうできてるのね。できてます、ね、じゃあちょっと見せてもらっていいですか。じゃあ私タイトルコールやります、はい、かりました。じゃあやりましょう、せーの、お父さんと一緒。はーい。始まった始まった。チャラ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 、ラまたテレビ見ながらご飯ば食べよる。チャラ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 、ラあら、この ATM は福井犬のカードが使えんばい。チャラ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 、あら、犬がおらんほどなった。チャラ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 、なんかガス臭いね、お母さん。チャラチャラチャラ、お父さん、お父さん、ごめん、はい、我々は今何を見せられてるの。お父さんが言いそうなことをね。ああ、お父さんの日常が聞き取られてたの。オープニングなんでね。あ、はい、これいつまで続くの。やろうと思えば永遠にやるから。無理です、無理です。そんな時間ないんで子供番組。さっさとコーナー行きましょう。コーナー、じゃあ工作から行きましょう。あ、工作とか大事ですか、ね、今日はね、家にあるものでロボットを作りたいと思います。すごい。どうやって作るんだろう。まずは黒霧島のパックを出してください。黒霧島、もちろんこれはイチコでも構いません、はい、あ、鬼殺しはなお結構でございます。はい、うんうん、これに穴を開けましてですね、ちくわを刺します。これがロボットの腕の部分ですね。お父さん、ちくわだけに見通しがいいですよ。そうだ、いやいや、材料が特殊すぎるよ。普通こういう工作で牛乳パックが相場なんですよ。霧島とかそんな焼酎は。言葉でございますがですね、世のお父さんは胃腸が弱い、はい、牛乳一パックは飲み干せないんだ。飲まなくていいんですよ、無理に。懸念いたします。いや、無理しなくていいですから。子供はあんま食いつかんと思う。もうちょっと子供が喜ぶのかな。じゃあ歌でも歌いますか。青歌とか大好き、ね、今日はね、歌でね、数字を覚えていきたいと思います。昔はね、一本でも人参とかありましたけど、はい、じゃあ聞かせてください、はい、じゃあみんなも歌ってね、いくよ、はい、一番でも内川、二番でも今宮、三番でも松中、四番なのに金子、お父さん、お父さん、五番なのに、お父さん、お父さん、あのね、ソフトバンクホークスの選手を背番号順に並べたところで数字なんか入ってこないんですよ。一本でも人参だから入るんですよ。一番でも内川と言われまして、ね、二番でも今宮って言われて、俺どんな感情で聞いてるか分かんない。やっぱあれですか、一番秋山、二、うん、番城島のイメージが残ってる、うん、僕はね、うん、っていうか大事なこと聞くけど、これ福岡ローカル全国放送ですですよね、はい、全国の方4番なのに金子の面白さあんま分かんないと思うから、うん、もうちょっと子供が喜ぶ。じゃあ人形さん出せますか。あ、お人形とかお子さん大好きですからね。じゃあ今日は指人形で来たり、うん、頼みますよ。これが指人形の概念がだいぶ違うってというのもですね、これのこれがこうしてきましてですね、コロコロこういうもんです。うわーって、なんせあんたこうでこうでこうでしたもんね。私はもうバタバタこげんしたですけど、こうこうこうでこうでこうでございました。それでは皆さんご一緒に、こう、何のことかわからんよ。ちょっと前半はかろうじてついていけるけど、後半さっぱり、何意味あんの。だからその女の男が電話をかけてきましてですね、これこれこういうもんです、わーっ、どうした、なんせうちの会社の本社のナンバー2やと。あ、ナンバー2なの。私はバタバタ謝ったですけども、部長から専務から課長から出てきて八方塞がりだったというお話です。いやいや、お子さんがそんなに喜ぶわけないし、もうちょっと子供が喜ぶようなさ、どうせやるなら絵本とかそういうのやれば、絵本の読みかけてとか、うん、じゃあ分かりました、じゃあ絵本をそれぞれ配ります。配ります、はい、でもそれぞれのお母さんとこ行け。わー、来た、もう疲れた、お父さん。いやいや、子供に愛情注ぎなさいよ、もうちょっと。しょうがないよ、もう。何？よその子やもん。お父さん、はい、子供番組って基本そうなんよ。よその子相手にするんよ。それじゃもう番組ならんと思うよ。タイトルがあるんじゃないですか。何のタイトルがある。お父さんと一緒って実の息子じゃないからね。じゃあ何やったらいい。博多のおじさんと、たまに一緒。誰が見るの。サンデーが今まで200回以上放送した中から、うん、今回はですね、はい、皆さんがもう一度見たいシーンっていうのを集めてみました、うん、はい、10位から6位まで先週放送しましたよね。そうでございます。今週はベスト5でございます、はい、早速ご覧いただきましょう。どうぞ。まずは第5位、
三枝さんにお願いがあります。カメラに向かって、いらっしゃいって言ってください。申し訳ございません。いらっしゃい。九州風にやるとああなるかもしれんね。大阪はやっぱり、はい、あの商業の都市ですから、ね、お客さんにサービスを考えてね、いらっしゃいいう感じではダメですね、うん、いらっしゃい。スカンチのローリー池内です、うん、スカンあスカンチのローリー池内です僕好きいやスカンチのローリー池内です僕のことスカンのあスカンチのローリー池内です僕は好きなのスカンチのローリー池内ねえちょっとよく言ってよなんでじゃあ僕のお菓子紹介するよ彼はあなたのことがあんまりスカンチのローリーってないしくて、ね、一丁上がり上がった上がったよ。ぜひともあの2億4000万瞳の中のあのジャパンというフレーズがありますよね。この最後の2階の部分のジャパンをですね、ぜひあの郷さん本人に言っていただけないかなと。全部僕が歌います。僕が歌います。見つめ合う実践のレーザービームで出会いは億千万の胸騒ぎ命のときめきエキゾチックエキゾチックお願いします。ジャパン。パート2です。あ、そっか。ありがとうございます。お腹疲れてるけど。腕利きたちも。もうノリノリやね。ノリノリですよ、小川さん。いい人です。監視機械も頭を引っ張りだ。やる気ですよ、小川さん。アダルトイブがリンゴを食べてから。お願いします。確かですか、うちのマリシア先生は。どうでしょう。ちょっと邪魔。邪魔です、ほら。ひき肉とコーンがですね、うまいことこうマッチしてですね、なかなか美味しいですね。ありがとうございます、先生。チュッ。先生、ノーリアクションです。ちょっと今、マリシアさんの中でも崩れない先生ですよ。相方と今ちょっと仲悪いんですけど。本当ですか。はい、じゃあですね、俺と踊って悩みは解消せんですか。あいいですね。まあまあ試す。もう一つ僕が言うと、チンゲー。解消しよう。One, two, three, four.相方ともっと仲悪くなる。倍増してしまったね。ああ、そうですね。まあね。まあたくさんゲストの方来ていただきましたけど、まあ印象に残るシーンをね抜粋したんですけども、まあすごいね。今見てもね、ないないの岡村さんとおたこ。いや、俺今も薄かばってんが、余計薄かですね。どう